これより、2021年 F1 世界選手権第14戦イタリア GP 予選の模様をお届けいたします。先ほど実施された土曜フリー走行1回目は、メルセディスのハミルトンが、1分20秒926を刻み1番手でした。2番手に食い込んだレッドブルホンダのフェルスタッペンが0.452秒差でつけていますが、ハミルトンは、ミディアム、フェルスタッペンはソフトタイヤです。トップと0.525秒差の3番手に、 メルセディスのボッタスが同じミディアムでつけています。アルファタウリは、ピエール・ガスリーが5番手につけ、レッドブル・ホンダのペレスは、10番手、アルファタウリの角田は14番手でした。夕刻を迎えたモンツァ・サーキットは、気温25.7度、路面温度33.2度、湿度43.8%のドライコンディションで、まもなく予選 Q1 が始まります。タイヤはソフトです。Q1 が始まりました。18分間で争われ、 ドライバー順位階5人、16番手から20番手が予選落ちになります。Q1 が終了しました。予選 Q1 敗退となったのは、16、N ・ラティフィ・ウィリアムズ。17、角田ウキ・アルファ・タオリ。18、M ・シューマッファ・ハース。19、R ・クビサ・アルファ・ロメオ・レーシング。20、N ・マゼピン・ハース。角田は、トラックリミット違反でタイムが抹消され、17番手となって、 予選は Q1 で敗退です。ハース勢は敗退です。Q1、1番手、メルセディスのハミルトン、1分20秒、543でした。Q2 が始まりました。15分間で、回5人のドライバー、11番手から15番手は予選落ちになります。Q2 が終了しました。予選 Q2 敗退となったのは、11、エスベッテル、アストン・マーティン。12、エル・ストロール、アストン・マーティン。 13、F ・アローソ、アルピーヌ。14、E ・オコン、アルピーヌ。15、G ・ラッセル、ウィリアムズ。Q2、1番手は、メルセディスのハミルトン。1分19秒936でした。Q3 進出は、メルセディス2台、マクラーレン2台、レッドブル2台、アルファタオリー1台、アルファロメオ1台、フェラーリ2台です。Q3 スタートです。Q3 の走行時間は12分間で行われ。 1>, 1番手から10番手が決定します。セッションが終了となりました。結果は次の通り。1、V、ボッタス、メルセデス AMG、1分、19秒555。2、L、ハミルトン、メルセデス AMG、1分、19秒651。3、エモ・フェルスタッペン、レッドブル、1分、19秒966。4、L、ノリス、マクラーレン、1分、19秒989。 5D リカルドマクラーレン1分19秒 9956P ガスリーアルファタオリ1分20秒 2607C サインツフェラーリ1分20秒 4628C ルクレールフェラーリ1分20秒 5109S ペレスレッドブル1分20秒 61110A ジョビナッツ、アルファロメオレーシング、1分、20秒808。11、エスベッテル、アストンマーティン Q2 敗退。12、エルストロール、アストンマーティン Q2 敗退。13、エフアローソ、アルピーヌ Q2 敗退。14、イーオコン、アルピーヌ Q2 敗退。15、G ラッセル、ウィリアムズ Q2 敗退。16、エヌラティフィ、ウィリアムズ Q1 敗退。17、スノダユウキ、アルファタウリ Q1 敗退。 18、M シューマッハ、ハース Q1 敗退。19、R クビサ、アルファロメオレーシング Q1 敗退。20、N マゼピン、ハース Q1 敗退。イタリア GP 予選 Q3 は、最後のアタックで、1分19秒555の最速タイムを刻んだメルセデスのボッタスが、スプリントクオリファイリングを先頭でスタートする権利を得ました。チームメイトのハミルトンが、0.096秒差の2番手につけ、メルセデスの2台が、 スプリントクオリファイイングでフロントローに並ぶことになります。レッドブルのフェルスタッペンは0.411秒差の3番手で予選を終えました。マクラーレンのノリスが4番手、5番手にリカルドが続いて、アルファタオリのガスリーは6番手に食い込みました。7番手以下、サインツ、ルクレール、ペレス、ジョビナッツィという Q3 トップ10の結果となりました。ホンダ勢は3番手フェルスタッペン、レッドブルホンダ、 6番手ガスリー、アルファタオリホンダ、9番手ペレス、レッドブルホンダ、17番鉄ツノダ選手、アルファタオリホンダでした。メルセデス早いですね。レースペースがどうなのか気になりますが、ペルスタッペについていってチャンスがあることを祈ります。